こんにちは、未来創造チャンネルへようこそ。今回は、次世代エネルギー資源として注目されているメタンハイドレートの開発状況と今後について、詳しくお伝えしたいと思います。いちはじめに、残念ながら砂層型メタンハイドレートの試掘簡易生産実験を2023年5月29日から8月2日に行ったが、各種トラブルが発生し所定の目的を達成できなかった。簡単に言えば失敗しました。報告書では同じミスは起こさない対策済みですし、内容も確認しましたので安心してください。ただし必要な追加事項があります。詳しいことは次の内容で説明します。なお、皆さん実験が始まった時とか実験が成功した時には大々的に報道発信していますが、未来を本当に良くするためには今回のような失敗が起こった時にこそ報道発信が必要と信じています。なお、単に失敗しましたの結果だけでなく、なぜ失敗が起こったか、この失敗から何を学び、どう生かすかまで発信することが必要ですが、では内容に移ります。2内容、1メタンハイドレート概要。1メタンハイドレートとは、メタンハイドレートはメタンと水が結晶化した凍結水であり、天然ガスの約2倍のエネルギー密度を持つ次世代エネルギー資源です。世界中の海底や地下に広く分布しており、日本周辺にも豊富に存在すると考えられています。2メタンハイドレートの資源量。世界のメタンハイドレートの資源量は天然ガスの約100倍とも言われています。日本周辺には約200兆立米のメタンハイドレートの資源が推定されています。2021年の日本の LNG 使用量は1400億立米なので、なんと2800年分の資源に相当する夢のエネルギーです。3メタンハイドレート開発の歴史。日本は1970年代からメタンハイドレートの研究開発を進めており、世界でも有数の技術力を有しています。4メタンハイドレート開発の課題。メタンハイドレートの採掘生産には以下の課題があります。メタンハイドレートの層が浅い場合、海水や地層水と接触してメタンがガス化し、採掘が困難になる。メタンハイドレートを採掘すると地震や地盤沈下などのリスクがある。メタンハイドレートの生産コストが高い。2メタンハイドレート開発でのキーポイント。メタンハイドレートは大きく分けて2つの資源形態があります。1つは砂層型で、海底の砂層にメタンハイドレートが存在するものです。もう1つは表層型で、海底の浅い場所にメタンハイドレートが存在するものです。1砂層型。日本では砂層型メタンハイドレートについては2013年に商業化に向けた実証試験を実施しました。海底2500メートルの深さからメタンハイドレートを採掘回収することに成功しました。この試験では1日あたり約10トンのメタンハイドレートを採掘することができ、商業化に向けた技術開発の進展を示すものとなりました。しかし2023年5月からの採掘試験では失敗が重なりました。詳しくは3メタンハイドレート開発の最新状況の項にて説明します。2表層型。表層型メタンハイドレートについてはまだ実証試験段階です。表層型メタンハイドレートは砂層型メタンハイドレートと比べて生産コストが高くなるなどの課題がありますが、日本政府は2024年度から本格的な開発に着手する予定です。表層型メタンハイドレートについては生産コストを下げる技術や安全性を確保する技術の開発が重要です。日本政府はこれらの技術開発を支援するために研究開発費の予算を増額しています。3メタンハイドレート開発の最新状況。砂層型メタンハイドレートの試掘簡易生産実験を2023年5月29日から8月2日に行ったテスト結果は、1第1回2013年、第2回2017年実施試験よりもトラブルにより生産レート低かった。2本目の井戸ではトラブルでパイプ閉塞発生し、期間内に生産できなかった。主要なトラブルは1遠隔操作型無人探査機。
1油漏れ、接触不良多発、未整備と整備不良、契約形態の不備。2デッキでの落下、操作運転手の技量不足。3道具の不具合、操作者の技量不足と作業内容の事前周知不足。2パイプ類の流出、破損、1作業内容の事前周知不足、2事前想定不足、想定以上の潮流。3パイプ目詰まり、1地質の想定誤りと認識不足。4二重管方式掘削での異常エア流入事故、ガス槽にパイプが入った時の対応遅れ、事前検討不足。4開発の今後、1選択と集中、砂層型の資源見積もりは200兆流米、表層型の資源見積もりは10兆から100兆流米、砂層型の掘削技術はあと少しの段階で、表層型の掘削技術はまだ初期段階、以上のことから、国の援助する資金は砂層型の開発に集中すべき。に進め方、組織の再編成。開発の最新状況の項で示したように初歩トラブル等が、プロジェクト最終段階で発生している。これは、本プロジェクトが、国の出先機関として国立研究開発法人海洋研究開発機構と多数の参加民間企業との共同事業になっている。そのため、研究開発費は国と企業が共同負担していて、予算の配分と管理調整が課題となっている。国の補助金は2023年度で終了なので、このプロジェクトを完成させるには後に年間追加が必要となる。お金を出すだけでなく、このプロジェクトは責任者を決めきちんと全体統括して進めるべきです。補助金を出すのは賛成です。この技術で日本のエネルギー自給自足化が進みます。繁栄のための投資です。でもお金を効率的に活かしてもらわないといけません。参考になるプロジェクトとしては、レアアース泥の海底からの掘削技術開発で東大の研究室が頑張っています。参考コンテンツ10年後、レアアース泥を日本が中心に採掘生成。3まとめ。今回はメタンハイドレート掘削という最新技術応援コンテンツでした。以前、夢のエネルギーとしてメタンハイドレート関連が新聞、テレビでにぎわっていました。最近は、時々メタンハイドレートの掘削テスト開始等の報道はあったが、その後がありませんでした。今回、詳細に調査すると、いろいろな問題、課題がわかりました。しかし、残念なことに、技術に関する課題よりも、開発体制、組織に関する課題が多数ありました。今回のコンテンツはその課題を乗り越えるためには、要求してくるお金をそのまま出すだけでは、このプロジェクトの成果は遅れ他の国に先行されてしまう危険があるので、きちんと意見をまとめ発信します。我々は、もっと政府の補助金に関して意見をするべきです。あなたも、税金を払っている一人でしょう。何か意見がありましたら、コメントをよろしくお願いします。参考資料、経済産業省ウェブサイト、法務審議会、研究会、エネルギー環境メタンハイドレート開発実施検討会、2023年11月6日第42回資料。4最後に、当チャンネルは、より良い日本の未来創造を願ってをテーマで発信しております。日本の未来創造とは、ウィンウィンで進めますので、世界の未来も当然明るいです。取り上げるべき、取り上げてほしいテーマ、何か意見がありましたら、コメント願います。ありがとうございました。もし役立ったと思われたら、チャンネル登録と高評価をお願いします。皆さんの人生がより豊かになることを願っています。では、また次回の動画でお会いしましょう。